嘘つき。国王くんは、吉本誠による日本の漫画作品。副題は、エース・モール・ライズ・ユース・フル・イン・サム・ケーシズ。別冊コロコロコ,ロコミック2011年6月号にて、読み切り作品として掲載された後、同年10月号から2012年8月号まで、連載された。月刊、コロコロコミックにおいても2012年3月号、5月号に、読み切りとして掲載され。 同年9月号より、別冊、コロコロコミックから移行する形で2021年9月号まで連載された。しかし9月号の最終回は読者を騙す。嘘の最終回であったことが明かされ、本当の最終回は、同志10月号の別冊付録、嘘つき。国王君、ファイナルコミックブックに収録された。第61回小学館漫画賞、児童向け部門を受賞。 この世の中には様々な嘘がある。良い嘘に悪い嘘、楽しい嘘。そんなあらゆる嘘が大好物な男の子が800、小学校に突如現れた。彼の名は嘘つき国王くん。その正体は地獄の初代円魔大王。これはそんな国王が嘘を武器に学校内をはじめ彼の身の回りで巻き起こる様々な事件を解決していく物語。 ありがとうございます。